ニコチンは本当にゼロ、デスロートヒット感もある。で、ニコチンがゼロっていうことなので、依存症のね、心配もないんですよね。はい、こんにちは。ハイリクリキッドレビューの時間です。今日はですね、いつものリキッドのレビューとちょっと違います。パッと見ていただいた感じで、パッケージいつものハイリクさんのやつはね、デザインとか色合い違うんですけど、黒なんですよね。超画期的、革新的な商品が出ました。そちらが、こちらにもあります。ハイニックという商品が出ました。ハイニックっていう商品、何かと、ざっくり説明すると、ニコチンが入っていないけれども、通常のね、ニコチンリキッド、ニコチンソルトのように、スロートヒットって言いますね。タバコ吸った時に喉にガツーン、グワーってくる感触。あれがしっかりあります。で、その代わり、ニコチンは本当にゼロ。で、スロートヒット感もある。で、ニコチンがゼロっていうことなので、依存症のね、心配もないんですよね。こちらがね、ハイニックの商品で、もう一つ特徴的なのが、ニコチンが入っていないっていうのが、食品安全基準のね、検査機関とかでも証明されていますので、ということは、ニコチンのリキッドとかね、ニコチンベース液なんかを、ハイリクさんからお買いになっている方が必ず、戸惑っても、海外から輸入するのに、120ml 問題ね、で、ちょっと悩んじゃったりする方とかもいるし、全部で120なの？ニコチンだけで120なの？とか、海外から輸入するのがね、ちょっと苦手っていう方もいらっしゃったりとか、あるんですけど、その辺の心配全部なくなります。っていうのは、食品衛生基準のニコチンゼロっていうのは証明されているので、ニコチンだと、いわゆる薬事法的なものがね、絡んでくるんですけども、これはもう、法律的には雑貨扱いです。ノンニコチンのリキッド。のカートリッジ。ね、メタのノンニコチンのカートリッジももうハイリクさんですと日本からね、出荷できるんですけれども、それと全く同じ扱いになります。なので、容量制限も今のところないようですし、通常のね、通販の、国内の通販ルートでお買い求めになることが可能となります。という、この辺がね、ものすごく衝撃的な事実なんですが、実は僕ね、これ、去年ですね、秋に、ハイリクさん主催の関係者が集まる、催しがありまして、それに参加したときに、こういう商品が出るんだと、去年、おととしかな、に参加したんですけれども、そのときに、まだ C くれてるので、絶対言わないでくれっていうことで、これ試しに吸ってみたことがあるんですよ。で、そのときには、こちらにあるミント味なんですけど、だったんですけども、吸ってみたんですけども、吸ったときに、通常のメタのね、ミント系と同じ、前回ご紹介したミントのような味のカートリッジだったんですけども、あれと同じような感じで、スッとした味がガツンとくるんですよ。で、喉にグーッと満足感があって、ああ、これ美味しいなーって、ニコチン吸った感もあるなー、すごいなーって、早く出ないかなーっていうことでやった。でね、早く出してください、出してくださいって再三言ってたんですけども、まあね、その辺はもう全く新しい技術で作っているものなので、いわゆるね、安全の確率だのね、販売ルートの確率だのがいろいろ絡んでいて、まあ、大人の事情ですよね。あって、今やっと出てきたんですけども。というわけで、こちらの新しい、ニコチンでも、ニコチンではないけど、ニコチンと同じような満足感、ね、スロートヒット感があるという、ハイニックなんですけど、そちらご紹介したいと思います。で、こちらがですね、メタの本体と、カートリッジが一つ入っている、スターターキットになります。今度は袋のね、ちょっとリアル感のある絵を使っております。なんかね、ハリポタに出てくる袋さんみたいですけどね。で、通常だとね、やっぱここにね、ニコチンだったらなんたらかんたらとか書いてあるんですけど、それないんです。完全に雑貨扱い。すごいですよね。で開けていきますと、よいしょ。これ、もう皆さんね、同じ僕の動画の方でも何回もご紹介しております。メタの、ポッドシステム一箱入っています。
で、これが、ハイニック。でね、これ、開けるとですね、ちょっとこちらのやつで開けてみますけど。まあ、1個入りなのでね、通常のメタのカートリッジと全く同じようなものになっています。で、こっちが試し吸いで今ね、吸ってるので、もう別のね、メタにつけてるんですけども、こういう感じでーす。綺麗に映るかな？これちゃんと、ハイニック、パイナップル、これパイナップルリキッドなんですけども、ハイニック、パイナップルっていうのが入っています。ここでわかると思うんですけど、ここに、プロピレングリコールグリセリン、いわゆる VG、PG ですよね。が書いてあって、香料原液、植物エキスなんですよ。ニコチンとかね、それに類するものが入ってなくて、で、日本の薬事でね、表示しなきゃいけないもの。まあ言ってしまえばそういうね、ニコチン関係 の強いものっていうのが入っていないっていうのがもうこれでしっかり証明されております。で、現状出ているカートリッジがこちらのパイナップル、レモン、ミントです。で、僕それぞれもう試してみたんですけど、今日はね、もうハイニックというものをご紹介したいので、味の説明は簡単にさっくり済ませたいと思うんですが、パイナップルは、ハイリクのパイナップルリキッドと言われた方だとわかると思うんですけど、完熟パイン、ゴールデンパインに近い甘い美味しい味です。で、ちょっとひんやり系美味しいです。さ、口の中がね、甘いんだけどさっぱりする。食後なんかにいいリキッドです。レモンは、ちょっとね、青みがまだ残っているよう感じの、完熟寸前、ね。ちょっとお尻がね、青みが残っている程度のレモンのような感じで、こちらはね、すっきりさっぱりで、これはね、やっぱり、ね、食後にも美味しいし、仕事の合間とかに吸って、で、頭すっきり口さっぱりやりたい方にはこれもすごく向きます。こちら最後にご紹介します。これ、ミントですね。ハイリクさんのホームページのね、紹介でも出てるんですけど、これ、ミントの喉飴あるじゃないですか。薬っぽい方の味の喉飴じゃなくて、爽やか系の喉飴。あれの味にね、結構近くて、ミント特有の甘みと、苦味と、で、ひんやりさ感が、いい感じにバランスしていて、とてもすっきり爽やかですね。これ、多分ね、ここのね、オレンジの色が、これがパインの色なので、レモンとかミントのエスタタキとここの色変わります。こんな感じですね。で、これ、先ほど言った感じ、ハイニックつけてあるんですけども、こんな感じでね、吸った時の煙の量も今までのメタと変わんないんですよね。今までのノンニコチンカートリッジとかね、ニコチンゼロって禁煙補助って歌ってた、まあ、他社さんとかね、のリキッカートリッジを使うと、やたらドローを重くして、それで、吸うのがきつくなってくるので、じんわりっていう表現になるのかな。ちょっと当てはまるかわかんないんですが、それで満足感を出させようというのがあったんですけども、そちらのハイニックはもう、科学的に、技術的に開発したニコチンに近い、反応が、体がね、する。喉にグッとくる。吸った満足感はある。だけど、ニコチンで一番問題になる依存症の心配はないよ。だってニコチンじゃないんだもんっていうね、もう褒めるとこしかない商品なんですよ。で、僕、いわゆるベイプ、電子タバコヘビーユーザーでね、アスパイアの K5 とかね、K4 とかね、出る前の時代から吸ってた人なんですけど、それでもこのね、満足感っていうのはびっくりするぐらいです。ノンニコチン、まあ、ノンニコチンっていう表現でまとめちゃいますけど、ノンニコチンでこれだけのものを作れるっていう技術がね、すごい技術、開発力っていうのがすごいです。でね、外国の、最近はね、ちょっと減ってきてますけど、アメリカとかヨーロッパ系のリキッドメーカーさんのように、香料を作って、もしくは香料をね、香料のメーカーっていうのが存在する。香料のメーカーから買ってきて、独自でそれを調合してオリジナルリキッドですって出してるところは割とあるんですね。だけど今度は、ハイリクさんはもっと一歩踏み込んで、ニコチンの、ベープリキッドのメーカーなのに、ニコチンの問題に正面から取り組んで、新しいニコチンに代わるものを作ろうよっていう、その、
先進性、先見性が素晴らしいと思います。僕ね、レビューアーだからベタ褒めを見せるんじゃないんですよね。これ実際本当にそう思います。僕もね、タバコをずっと吸ってきた人間なのでね、ニコチンってこの先どうなるんだろうな、いろいろ輸入とか難しくなるのかなと思ってる矢先にこんなものが出てきたのでね、もうこれはもう画期的。僕はもうこれは、今年、まだね、今日6月ちょうど末なので、前半終わったところなんですけども、今年前半、最後の最後で衝撃のクリーンヒットで、クリティカルヒットですね。もうこれはおすすめです。よかったら買ってみてください。今ね、7月の3日からハイリクさんのホームページで先行予約が始まっています。で、ホームページの方でアクセスできるので、そちらを見てください。でまたね、その他の情報がいろいろ知りたい方は、こちらにまた QR コード出ます。ここQR コードで、アクセスしていただければお問い合わせもね、簡単にできるので、LINE 登録、お友達登録をして、ぜひお楽しみください。それでは今日はもう革新的なハイニックリキッド、ニコチンじゃないリキッド、ご紹介いたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。